生物学や医学の分野では細胞や組織などの生態資料を観察する手段として狭小点蛍光顕微鏡が不可欠です。狭小点蛍光顕微鏡は複雑な生態資料の狙った部分だけを観察できたり、1ミクロン以下の微細な構造を観察できたりすることから、通常の顕微鏡よりも生態資料の観察に適した顕微鏡です。しかし従来の狭小点蛍光顕微鏡は撮像速度が非常に遅く、多数の画像を短時間で取得したり、高速に変化する生態資料の様子を捉えたりすることが困難でした。そこで今回、狭小点蛍光顕微鏡の撮像速度を桁違いに高速化する基盤技術を開発することで、世界最高速の狭小点蛍光顕微鏡を実証しました。本研究の特色は、何と言いましても従来よりも圧倒的な高速度で生態資料の撮像が可能になったということです。具体的には1秒間に1万6000フレームという高速度で生態の動きを捉えることができました。通常のテレビやパソコンのモニターの画面が1秒間に100フレーム程度ですので、その100倍以上ということで、いかに速いかがお分かりいただけるかと思います。この高速化の鍵になった技術として、私たちは現代の生活を支える情報通信技術に着目しました。この顕微鏡と一見何の関係もない情報通信技術をうまく顕微鏡に応用することによって、従来にない高速度を達成することができました。またこの技術を応用しまして、生態の3次元像も従来よりも桁違いに高速で撮像することに成功しました。この撮像速度は1秒間に104コマということで、従来よりも1桁以上速い速度になっています。また膨大な量の細胞集団を解析することにも応用しました。具体的には膨大な量の細胞集団の一つ一つの細胞像を本手法を用いて短時間で計測しまして、その撮像データを用いて機械学習と呼ばれる手法で解析をしました。これによって複数の細胞集団を高精度に分類するといった実証にも成功いたしました。本技術により従来は観察が難しかった生態の3次元構造の高速なダイナミクスなどを捉えることができるようになり、これまでの予想を覆す基礎科学の新たな発見につながることが期待されます。また私の研究室で特に力を入れている今後の展開は大規模一細胞解析です。従来の顕微鏡の撮像速度では時間がかかりすぎるために解析が難しかった膨大な数の細胞サンプルを精密に解析することが可能となります。このため血液中の多数の細胞を一つ一つ撮像してがん細胞の有無を調べることで、がん診断を行ったりユーグレナなどの微細藻類を大量に培養した細胞集団の中からバイオ燃料に適した希少なスーパー細胞を探索したりするなど、さまざまな分野への応用が期待されます。Thank you.